抹茶で何か作ってってリクエストあったから今日は米粉を使って抹茶のロールケーキを作ってくよ。まずバター 30g を600ワットで20秒加熱して溶かしバターを作ってからオーブンは170度に予熱しといてね。ボールの中に卵白4つ分入れて泡が立ったらグラニュー糖 100g 入れて角が立つまで泡立てるよ。別のボールの中に卵黄4つ入れて泡立てて白っぽくなったら米粉 50g と抹茶 3g 入れて振ってね。この中にメレンゲ半分入れてさっくりと混ぜていくよ。で混ぜ合わさったら全部混ぜまでするの。 で全部混ぜ合わさったら最後に溶かしバターを全部入れてまたベルベルめくすっとけ出していくやんクッキングシートを敷いたオーブンの型にわっと入れてねこんな感じで表面を整えてねこの作業好き <laughs> なんか面白くないで予熱し終わったオーブンで15分焼いていきます粗熱取れたら端っこ斜めにカットして両サイドはこんな感じで切り取って余ったやつは全部食べていきまーす次にボウルの中に生クリーム 200ml 入れるんだけど生クリームは45%以上のものがいいんだってでグラニュー糖 30g とぬるま湯でと と抹茶小さじ1入れててて分立しすくってホイッパーの先についてる生クリームが三角になったらオ、OK、ケみーって話生クリームをロールケーキの生地の上にわーっとのせて表面整えてってね奥側が斜めに切ったところになるようにして巻くときは手前側に3本軽く切り込み入れたらいいんだってそしたらねきれいに巻けるらしいんだけど巻くのやたらむずかったさこれもうなんなんだよ <laughs> なんだよ <laughs> この人はラップで包んで冷蔵庫で30分放置してから切ってくんだけどさちょっとふにゃっぴーになっちゃったこれ生地少し割れちゃったし多分ね生クリーム40%のものを使ったからかもしれないまあ知らねはいってことでできましたかわいいね抹茶スイーツ久々に食べためっちゃ美味しかったちなみに見た目は全く納得いってないからまたリベンジしてみるねってことでじゃあねー